韓国さんが日本はどうして韓国のクワッド加入に反対するのかと疑問に思っているようです。スレッドと韓国の反応を見てみましょう。面白いのが、どうして日本は韓国のクワッド加入に反対するんだろう。日本が韓国のクワッド加入に反対してきたが、それについて考えてみたが、どうして日本が韓国クワッドに反対するんだろう。いや、いくら考えても韓国がクワッドに加入すれば、ひとまず米国が望む韓日米三角同盟が実現するのに役立つだけに、日本は米国に三角同盟に協力するというジェスチャーで外交点数を取ることができ、アジアに閉じこもって過小評価されるだけで、世界級救軍隊を持つ韓国なら対中牽制にも役に立つし、何よりも地政学的に韓国が盾の役割をしてくれるから、日本は対中国戦線から少し抜けてリスクは韓国に渡して、外交的利点は日本が得て、究極的には目の敵のような韓国と中国を互いに戦わせ、両者とも牽制が可能なので、こんないいことはない。ある意味日本の立場で韓国を利用してためやすいクアッドであるにもかかわらず、日本の反対があったということ。こう見ると日本の外交的目標は実はクアッドを通じて米国に外交点数と対中牽制ではなく、自ら自分の軍事的位置を自認し普通の国家に転換させようとすることにもっと目的があるように見えるのは気のせいだろうか。いや、それが目的じゃなければ説明できないのだが、前述したように韓国をクワッドに加入させ肉の盾に立てるのが全般的に彼らの利益だからだ。韓国は反対しても米国が無理に加入しろと押しそうなクワッドだと思ったが、いざ今回米国が反対したということだ。日本の奴らが動いている様子もそうだし、インドも中国を対象にグズグズしているのを見ると、結局クワッドというのは前に私が言ったように三国志演義に出てくる董卓討伐のために集まった18の諸侯みたいなもんだね。表向きには中国打倒を掲げるが、実情は互いに同床異夢に切りつける考えしかなかった。米国もクワッドが容易ではないので、他の方法を模索しようと韓国にあえて入ってきて仕事を複雑にするよりは、今までやってきたこと新南方政策でも一応やっていろというような気もするし。それでは韓国さんの反応です。日本は再武装用にクワッドしようとしてるんじゃないの。その過程ですでに武装した国が入ってくれば自分たちは途方に暮れると思ったのではないかと。問題は地政学的にはこのままクワッドであれなんであれ対中国包囲網にむやみに加入すれば我々は手に負えないということだ。日本程度レベルの国家なら周辺国牽制して自分が地域管理者レベルの権威を持とうとするだろう。日本は口先では中国牽制の最高優先順位を置かなければならないと叫んで先方に立つと毎日騒いでいるが、行動では韓国牽制が最優先のように感じられるんだ。米国が反対するのは韓国政府が間抜けに、政府が中国にあらゆる情報を提供するのではないかと心配したからだ。中国が反対するのは自分の子分だと思ったのに、あえて中国反旗を翻そうとするの？ということで、クワッドに韓国を入れようとしたのは安倍だ。岸田は単にアメリカが反対するので一緒に反対しているだけ。日本があるのにどうして韓国などが必要なんですか？アメリカが我々だけを見てください、という感性。ということで、韓国さんっていつも勝手に変な分析をして的外れな結論を出していますが、今回もやっぱりって感じでしたね。いつも中国の顔色ばかり伺って何も言い返せないのが韓国さんなのに、そんな韓国をクワッドに入れてどうするって言うんでしょうね。万が一韓国さんが加入するとまとまる話もまとまらなくなりますし、日本の足を引っ張ることしか考えてない韓国を入れるメリットが何もないということだけだと思います。韓国さんは韓国がクワッドに加入した場合の日本のメリットを挙げていますが、米国に対して外交点数とか
米国も韓国のクアッド加入を反対しているんだから意味はないですし、自分で自分のことを過小評価されているとか言ってますが、むしろ韓国は過大評価されてるだけで、対中牽制には何の役にも立たないどころか、中国の言いなりにしかならない韓国が、どうして対中牽制になるのかって話ですよね。韓国さんが考えるメリットが、実際はメリットになってなく、むしろデメリットしかないということなのに、どうしてもそのことを韓国さんは認めたくないんでしょうね。韓国さん、自国のことが好きなのはいいことだとは思いますが、自国を過大評価するのはほどほどにした方がいいと思いますよ。ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。